阪神湯浅、左脇腹の筋挫傷と診断。阪神は31日、湯浅敦樹投手が兵庫県内の病院を受診し、左脇腹の筋挫傷と診断されたと発表した。え、湯浅怪我したの今知ったわ。まあゆっくり治してくれ。湯浅ってもともとかなりのスペやったの思い出したわ。来年以降あんま当てにせんと、ドラフトなどで補強した方がええな。これはどれくらい重傷？もう今季は無理？無理やな。日本シリーズは知らんけどシーズンは無理や。湯浅 WBC から今年散々やな。脇腹は時間がかかると言われてるからな。少なくとも1ヶ月は無理やろ。そこから調整して投げられるまでに時間かかるし、そもそも今季は不調だから状態が上がるかどうかもわからん。調べたら全治3週間ぐらいらしいわ。肉離れならあかんけど。肉離れでしょ、程度によるけど、まだ左でよかったかも。今年はもう期待しない方がいいと思うな。今季はノースローで過ごした方がいいな。リハビリしてる間は他の箇所がなまる。全開してから体を作り直した方が安定する。湯浅は厄年やししゃあない。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。